はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、皆さんに、ね、史上最強モンスターをねご紹介していきたいというふうに思ってまして、皆さんは自爆神コカパクアプというモンスターをご存知でしょうか。まあ通称ガチャピンと呼ばれるんですけども見た目がガチャピンっぽいからね。はい、自爆神モンスターで、今日ねこいつを出したくってデッキを組んできたんですよ。これなんで今更こんなモンスターをね何活躍させようと思ったかっていうと、これ実はですね、新パックでですね、この自爆神簡単に出せるギミックが爆誕しまして、これラビレンスなんですよ。ラビレンスデッキからこいつすげえ簡単に出るようになって、これなんでかっていうと、このフィールド魔法ラビレンスラビリンスっていうフィールド魔法の効果が、自分がラビレンスカード以外の通常トラップカードを、発動した場合、自分の手札墓地から悪魔族モンスター相手を選んで特殊召喚できるっていう効果があるんですね。で悪魔族なんで本当に何でもいいんですよ。マジで何でも出せるんですね。しかもこれフィールド魔法なんでこれが出せるんですよねクソコンボ、ちなみにこいつ効果はマジで弱いので、正直めっちゃ弱いんで、マジで出るだけです。はい、本日はこれは出るだけ、別に制圧とかしないしこいつで。で、このデーモングリッチっていうカードがですね、結構これ強くてですね、これラビレンス、トラップカードじゃないんですけど、ラビレンスと非常に相性が良くて、自分のフィールド上に悪魔族モンスターがいる場合、フィールドのカードを破壊しながら、デッキから悪魔族モンスターをなんか愚かな埋葬できるっていう効果がありますので、これで、自爆神コカパクアップを送って、でフィールド魔法でそのまま特殊召喚ができるっていう、要はこの2枚があると相手のカードを破壊しながら自爆神出せるんですね。はい、最強です。だからまあこのギミックを今回はまあメインに使っていこうかなというふうに思ってまして、でこのデモンクリッチはね結構ねこのバックジャックとかの相性いいんで、バックジャックとかが結構入ってて、でバックジャックはねストービーとか、シャンドラとかの、まあ、手札コストにしても結構強いですから、まあこれまあ3枚入れてもいいかなと思いますよね、これ強いから。でマジでこのデーモングリッチから落としてラビレンスで蘇生する動き本当に何でもいいんで、悪魔族、今回はルーンマジで多かったんで、やってる感じ、まあ、一応カオス3体入れました。はい、もう本当何でもいいっす。なんだっけ、暗黒の侵略者みたいな、もう一切さ速攻魔法使えなくなるみたいなね、こういうやつでもいいんですけど、まあ、一応カオス3体は他のデッキでもマスターるかなということで、今回はカオスハンターを採用しますが、ここはなんか結界像のさ闇版とかでもいいんですよこれ。まあ言うて結構ね楽園とか多いから今あんま刺さんないかもしれないけど、深淵の結界像とかね、こういうのでもいいですし、なんか本当出したい悪魔族を出していただいて、自由にね遊んでいただければなというふうに思っておりますんで、このギミック悪魔族デッキ好きな方は覚えていてください。はい、であとはまあ普通にラビレンスの動きしていけばいいんで、ラビレンスとして強いカード、まあ、強制脱出装置とドラゴンパチメントとか、群雄割拠とか入ってて、まあ、一応今回はね、なんかちょっと枠結構余ったんで、もう手札一冊全部出たから、なんで、次元障壁っていうカードが一応入ってます。はい。まあそんな感じ。早速ね、ガチャピンをコールにさせてみましょう。デュエル、スタンバイ。ラビレンス、あんま当たんねえな。なんか、やっぱルーンが一番多いわ。この環境ラビレンスどこ行ったんだよ。ラビレンスの方がなんか可愛くないか、カードとしては。まあルーンもフギンちゃんは可愛いけどな、フギンちゃんは可愛いけど、フニンとかいうなんかようわからん少年がいたり、ゲールっていうなんか謎の狼がいたりな、いろいろあるからな。これはとりあえずですね、構えとしてはまあそこそこ強くて、でデーモングリッチっていう悪魔の技がないので、一応まあガチャピンにアクセスするのはちょっと難しいかなといったところではあるんですけれども、一回エンドフェーズ、一応ラビレンスのハンド先行ハンドとしては、まあ、結構強かったかなっていう感じですね。でアリアナも取ってるんでね、効果が。はい、でうらら打たれるマゼが様式日、このウェルカムラビレンスにね、で融合を発動していくと、でまあ、融合を発動していくということは、これはおそらくまあデスピアであるという話はある。まあ、ちょっとガーディアンキマイラが怖いんですけども、ガーディアンキマイラは出てこなそうです、この融合は。フィールドのモンスターを素材にしていないので、あーなるほどね、チンプチェーンとアルバスの楽、あー数値融合、あすぐか、なるほど OK、このデッキに対このデッキ用だけに入ってる永続トラップ開くわこのデッキ
対このデッキ用のみにね入ってる最強のトラップカード、群雄割拠。種族お互いのフィールド上にそれぞれ1種類の種族のモンスターしか表が表示で存在できない。つまりお前もドラゴン族しか出せないからよろしく。ミラジェードはちなみに源流族、やつはドラゴンみたいな見た目をして源流族だから、もう群雄割拠を切られた場合はルベリオンか何、おルベリオンアルバス、何アルビオンか、あアルビオンか、あそうかそうか、もう止まんねえのか融合は、はい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 、なるほど。でアルビオンの効果は起動はできないかな、デスピアのパッチワークは持ってこれる、いいだろう、はいはい、いいでしょう、オッケー。まあアルビオンはいいや、まあ、アルビオンだったら別にいいや。さすがにね令和のカードパワー高すぎて通常トラップ1枚とか2枚程度ではね止まんないデッキがかなり多いんですよ現代遊戯王。なので永続トラップで相手のなんかその展開縛るっていうのは結構大事なんですけども、まあ、今回ちょっとそんなに入れてる余裕なかったんで、まあ、入ってないですけど、群雄割拠ぐらいデスピアを意識してバトルいいだろう。 Welcome to 迷宮城、はい、OK、うららない、 OK、 うららないの神、うららないは神で、白金の種のラビリンスを特殊召喚していく。はい、で、迷宮城の効果、これ発動しちゃうとなんか楽園持ってかれるとめんどくせえな。これさ、強制脱出&装置を使って、ちょっとアルビオンはちょっと帰っていただこう、さようならバグスが一番効きますからね、楽園デッキにはね、はい、で、ラビリンスサーバンツアリアンナと、主眼の主のラビルスシャンの効果と、さらにラビルスシャンドラの効果と、さらにラビルスラビルスの効果も発動していく。圧倒的に自分だけでチェーン4、これ積み上げられる幸福とか入ってたら使えますねこれで、はい、チェーンがめちゃくちゃ踏めるからダニーダニー、まあいいだろう、はかなくらいはまあどうでもいいや。確かにそんなにね、僕もティグダ誘発完全抜いたんで、もうティグダ誘発入れてる場合じゃないという気づいたんで、ラビリンスはもうティグダ誘発ガン抜きしたんで、まあもうねあれですよ、怖いものありません、はかわない言うてそんなにです、言うてそんなに、まあ、シャンドラ痛いが、まあ、そんなにで、相手の手札を破壊、バコーン、よし融合、よし融合は来た、でかい。でこれで一回デーモンブリッジもセット、強すぎる、オッケー来た、これデーモングリッチセットできたのでかいな。これはね、ガチャピンを出すカードなんですよ。これが、いわゆる、はい。セット、OK。セット、OK。OK、OK、OK、OK。押してる、押してる、押してる、押してる。さすがに勝ったくせえ。行こう。うるせえ、行こう。デーモングリッチ発動でござんすな。デーモングリッチ発動して、で、これはフィールドのカード、あ、先こっちか。白柄の塩のラビルです、先。いい発動だな。これ一回強制脱出装置まあ、置いとけばまあ楽にはなんとかなる多分。でデーモングリッチングを発動してグリッチ悪魔の技ね。はい、技発動してこのカードの効果によってフィールドのも、カードを破壊しながらデッキにから墓地に悪魔族を送れる。で送るのはもちろんそう自爆神コカパクアップそしてまたチェンジ効果始まるぞ。ラビレンスサーバーズアリアンナの効果、そしてさらに除外の城のラビレンスの効果、さらに自爆神いるっていうレベルですけどねこれ盤面が強いからていうか、まあそもそも自爆神は弱いですけどね。あやっぱ今言っちゃいけないこと言ったな。でラビレンスラビレンスの効果、ラビレンスラビレンスの効果によって自分のOK チェーンはいいだろう、自分の墓地からモンスターを特殊召喚できる。ラビリンスラビリンスは迷宮に迷い込んだ悪魔族モンスターを墓地より蘇らせ自分の迷宮城に呼び下ろす効果を持っている。あらあらあらガチャピンドウあ召喚ムービーはないのねこれ。でウェルカムラビリンスをセット、そして白金の効果によって相手のフィードのカードを破壊、バゴーン抹殺か、オッケーいいだろう、計ら抹殺、なるほどね、こうもうこんなこの増地とかいうねカード入れてる場合じゃないよこれ、抜くわもう。で、セットしてこんなのもいらん、これでバトルフェーズだ、行くぜ、うわー人々の魂を煮えとし蘇え自爆神ダイレクトアタック、つえー
まあ、ここ正直ガチャピンじゃなくていいんですけどね。はいはいはい、なるほど、割と悪くはないハンドではある。金券発動、まあウェルカム、白金の城のラビリンスさん、マジで何もしないんで、テウさんに来てもこいつだけ本当にマジでいらないですけど、まあ、それ以外はまあって感じかな。マジで何もしないからね、テウさんに来てもあれだな、城で出せるぐらい。これはラビリンスセットするのはフィールド魔法の方がいいので、一応これウェルカムラビリンス乗ってきて、で、あれですね、ストービーの効果で、あのフィールド魔法セットしますか。ラビリンスストービーの効果で、もう構築いらないからこう捨てて、でフィールド魔法をセット OK、まあ、ここまでは裏踏まないんですわ、別に。あの金券ぐらい踏むとしても、まあ、こっからね、このカードなんだよね。このカードがほんと裏らめっちゃ踏むから、そこだけ注意なんだけど、まあ、とりあえず一旦エンドして、で一応デーモンブリッジあるんで、一応ラビリンスが出れば何かガチャピンかカオスハンターかなんか出せんだけども、ちなみにこの本当デーモングリッジめちゃくちゃ強いので、このデーモングリッジでなんか落とすモンスター、うわ、フワンダリーズはダリーズ、これどうしようかな、展開させるしかないか、あんま、でもこれあれか、カオスハンター出しに行った方が強いが、いやまあ一旦ちょっと展開見るわ。こちらの魔法トラップカードに触る札があっちの場合、あとは未知の風ぐらいしかないので、まあ、未知の風あったら多分発動しようが、多分未知の風ないと思うんですよね、相手のハンドに。ってことはまああったとしても、まあチーズとかそっち系の展開系のカードだと思うから、まあ、今のところはとりあえず一旦見といて大丈夫、相手の展開を。はい、で、フランダリス魔法トラップカードを、1枚手札に加えることができるので、ここで未知の風とかいうカスみたいなカードが発動されるとガチでやばいから、まあ、それをケアしていく方がいいね。魔法トラップに触ってくるデッキの方がやばいんで、ラビリンス相手にして、ラビリンスの敵想定とすると、はい、カオスハンターもね、まあ、そこそこね、このフワンダリーズにはなんか刺さるような気はするんだよね。効果的には除外できなくなるんですよ、相手のカードを。だからそのロビーナとかイーグルンが全部墓地に行くと思うんですよね。で、ストーリーの効果、あ、まあめんどくせえな、まあ、結界像ねえからでも全然いいや、結界像ねえから全然いい、全然展開的だから全然大丈夫、問題ない。よかったわ、結果移動なくなってくれて、で本当に。なんかこれストービーはもう1枚あるんで、まあそんなに関係なくて、で、ストーリー効果でもう1枚出てくるかと言われる話あないか、 OK いいだろう。でバトルフェーズ OK いいだろう。700と2700ね、 OK もらいます。で2700もらいます。よとも受けます。はい、よとも受けます。何をセットしてくるかによるんですよ、結局。まあ、そのセットしてきたカードの方がやばいから、まあ、とりあえず、まあ、イグルンとか、エンペンとか、そういうの全部ほっといて、で、この魔法トラップカードを背負っていった方がいい気がする。で、1枚セット弱いな。ウェルカムラビリンス、あれ、モンスターめっちゃ被ってんのかな、ロビーナとか、イグルンとか。これ、初動めっちゃ被ってる説ありますね。で、デッキからモンスターを特殊召喚するんで、ここで、白金の城のラビリンス、これ縦でいいですね、どうせ破壊するから。で白金城のラビリンス縦出しからの白金の迷宮城ラビリンス、ラビリンスの効果を起動し、相手のエンペンとかいうゲロキモモンスターをバチコリと破壊していく。そして白金の城のラビリンスの効果、ここのパイオツ回転姉ちゃんの効果と、さらにデーモングリッチの効果も発動。デーモングリッチの効果によって破壊するカードはですね、これはハーツの芝居だからいけるな。ここを破壊していいね。はい、でこの多分おそらく夢の街であるカードを破壊する。さあどうする、まあ、多分これこのチェーンあるんで、そこはだろ、あれあのだっけ、なんだっけ、忘れた、旅支度で、デッキからカードを墓地に送っていく。もちろん送っていくのはカオスハンター。そして相手の手札のカードを破壊していく。バゴーン、よしよしよし、ライザーいった。そしてラビリンス、ラビリンスの効果を発動。ラビリンス、ラビリンスの効果により
ラミレス以外の通常トラップカードが発動した場合、墓地からカオスハンターを蘇らせることができる。これによってお前はもうカードを除外することができない。ドゥルー。なるほど。ちなみに俺はできる。お前は除外できないけど俺はできる。お前はいいけど、あ、じゃあ俺はいいけどお前はダメ。はい、これがジャイア理論ですね。で、白金の城のラビレスの効果で、もう一回デーモングリッチをセットし直すことができるぜ。地図ないとかも邪魔いでしょ、これ。さすがに除外ゾーンにモンスター行かなかったらリソースなくなったわけで。バットリングフェイツ。で、カオスハンターでぶん殴っていく。顔半がですね、これなんで入ってるかっていうと、ルーン対策で一応入れたんですけども、なんか、除外できないって結構やっぱ辛くて、なんか意外とどんなデッキでも刺さりますね、これ。はい。そこそこ刺さります。ちなみになんかね、まだまだ全然不安だり強いらしいよ。なんか結界像なくなってもね、そのギミック自体がバカ強いから、リソース一生なくならないじゃん、あのデッキ。こういうカオスハンターみたいなモンスター出さない限りは。だからなんか、全然強いんだって。だからもう多分ね、DC カップ、デュエルスカップ。でもね、全然当たると思う。おそらく。まあ、結界像ない分ありがたいけどね、こっちの展開一応通るかもしんないから、全然。なんとかなるけど。はい。で、ロビーナ、オッケー、いいでしょう。ロビーナが出てきてから、まあ、ドラゴンパニッシュメント打って両方とも破壊しちゃえば多分ね出てこないと思うんですよ、これ。はい。で、イグルン回収されるが、もうこれで除外ゾーンにモンスターが行かないため一生戻ってこない、やつらは。このトリアロー狩り講座を、あー来た、巨神鳥。なるほど。巨神鳥はめんどくさいが、まあ、一応戻ってくれるからあんまり関係はないといったところで、さあストーリー効果でロビーナが出てくると、でロビーナ効果で何かしらまた出てくると、まあ、ここでそろそろドラグマパニッシュメントを打っていく。でヌトス砲を発射していく。ヌトスを発射台にヌトスを発射台に OK。 了解しました。危ねえ、もう一体しかなかった。危ねえ。でロビーナの効果によってさらにモンスターを持ってくることができるが、まあ2体いなければ多分出ては来ねえ。ストーリーね、いいでしょう。で、あー、チェーンいっぱいするな。まずヌトス砲発射、ロビーナ破壊。これストーリーはですね、除外できないんでカードを効果発動できませんので、あれはほっといていいですね。あれはほっといてよくて、あ、カオスハンターがいるんでね。はい、カオスハンターがいると、ストーリー君の、墓地から除外するみたいな効果、発動できません。はい、一切。で、ラビレンスの効果によって、相手のカードを破壊しながら、さらに、ウェルカムラビレンスがセットされていく。あ、破壊じゃねえよ、これ。特殊感だ。で、ここでだ。白金は、白金じゃない。デーモングリッチは撃たなくていいな。で、セットし直し。で、墓地から、ラビレンスの特殊感。はい。いけ。で、さらに、てか今あれか、デーモングリッチ打ったらガチャピン出たわ。ガチャピン出たわ、ガチャピンが。で、パーン割って、で、ヌトス砲でパーン割って、リソースないだろ。もう全部墓地いってるし。はい、神ー。はい、神ゲー。はい、神ゲー。やばい、これ、あれか、あ、大丈夫だ、大丈夫だ。びっくりした、今あれかと思ったわ、拮抗勝負かと思った。ウェルカムラビレンス、オーケー。自爆シーン今出たな、ワンチャン。このなんか新しいフィールドのなんかトリプララって飛んでるのちょっと可愛くていいね。皆さん買いましたか、このフィールド、そしてスリーブ。ぜひね、コナミ氏が頑張って作って、ドクロバット賞が来た。ぜひコナミ氏が頑張って作ってくれてる、このフィールドとね、スリーブは、がっつりとご購入をいただいて、売り上げに貢献していきましょう。はい。以上、コナミズドッグチャンネルの、からの、助言でした。なんかわかんねえけど、これ、あれか、先行暗記してくるタイプのやつか？これね、あれなんですよね、手札技術一切入ってないんで、魔術師って先行暗記してくるスターブでさ、スターブ2回出してなんか、インスタントフュージョン持ってきてさ、ナイチンゲールしてくる敵あるじゃないですか。あれマジキモいですよね。展開長そうだな、ちょっとトイレ行ってくるわ。
え、ちょっと待って、何こいつ、いつの間にこいつ出したのこの人、やば、え、どういうこと、どういうデッキ、はい、やべえ、なんかトイレ行ってたらなんか積んでたんだけど。